ペアで優勝しましたのは、ヨーロッパ選手権では初優勝ということになるんですが、ソビエト、去年の世界チャンピオン、バローワ・バシリエフの2人です。ガラッとイメージチェンジをしまして、髪の毛を短く切って、今度金髪に染めてますね。そうですね。よく注意してみると、ご覧になると分かるんですが、女性のエレナの髪の下の方がちょっと黒っぽい、はい、本来の彼女の髪の毛なんですね。すごい力いっぱい動くっていうのか、このオープニングの技が、やはり先ほどの東ドイツの組とちょっと違うものなんですね、はい、私はこの差でこの組が優勝したと思うんです。トリプルトーループです。なかなか女性のシングルでもトリプルトーループ飛ぶ人少ないのに、はい、サイドバイサイドでね、やるってことはとっても難しいことです。最後にツイストを入れたラストですね。やはりソ連というのはそれだけ層が厚いっていうのか、初出場で初優勝いたしました。今のソロトリプルサルコ、こういう誰でも知ってる曲が出てくるってまたいいですね。よくペアの場合ユニゾンということを言って2人の動きが揃うということを大事に言われるんですけど、はい、本当によく揃ってます。アイスダンスとペアの違いは手を離してもいくらでも滑っていいんですよね、はい、こうやって投げたり上げたり、回したり、この2人の場合にはスロージャンプも随分遠くへ投げてるような感じを受けますね。やはり女性がね大きいせいかやっぱりそれだけ幅いきますね。ジャンプも今の1回転半からコンビネーションダブルトーループ。こういうアクセントをつけるときもとっても上手ですね。そうですね、ソビエトの伝統を感じますね、はい、今のも変わった動き、女性が21歳、男性が24歳。だいぶペアの組も、はい、時代が変わってきたっていうのか、昔はよく13歳と21歳の男性が一緒になったり、全然もう女性が子供っぽくて男性の方が力ばっかりでっていう、そうでしたね、ソ連の組多かったんですけども、またなんかバランスが取れてきて、またペアもまた見るのが楽しくなってきましたね。単にその技術的な難しさだけでなくて、はい、ちょっとこうムードと言いましょうかね、そうですね、そういう面でもちょっとアイスダンスの要素を取り入れたような、はい、そういう感じも受けられますね。ですね、はい、バレージャンプからダブルサルコ、ダブルトーループ、あれを2人でうまく決めるっていうのは難しいものだと思いますよ。本当に素晴らしい演技でした。ペアのゴールドメダリストエレナ・バローワ。
オレグ・バシリエフ、ソビエトのカップルの演技です。とにかく去年のヘルシンキの世界選手権で初出場で初優勝という離れ技を演じたわけですよね。私も去年フィンランドに行ってまして、解説者として行っててね、アナウンサーと2人で、あ、この組は間違いなく2位とかって言ったものがね、東ドイツの組が負けちゃいましてね、もうびっくりしました、なんか初出場で優勝できるなんて夢にも思ってなかったから、うまい演技でしたね。あ、これは間違いなく2位とかって言いましたらね、全然違ってたんですよね。今年はもう貫禄が出てきましたですもんね。これが、スローダブルアクセル、綺麗ですね。そうですね、得点が出てきました。点数もやはり 6.2 に一番近い点数が、1つ2つ出てますね。真ん中でソビエトのジャッジ 5.9 出してます。6.0 が出ました、ね、2つも。スイスとソビエトのジャッジが 6.0 満点を出してますね。嬉しそうですね。おそらくオリンピック今年の世界選手権でも有力な優勝候補でしょう。バローはバシリエフの演技でした。